はい、大楽の窓です今回の話題韓国漁業団体の理事福島の汚染水は雨雪となって降ってくる。 もう突っ込むのもバカバカしくなってまいりますけれどもそれにもめげず今回もまた突っ込んでまいりたいと思いますチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願い申し上げますまたツイッター毎回ご案内差し上げておりますけれどもツイッターの方でも YouTube では言い切れないことをカバーしておりますのでぜひこちらもフォローいただければと思いますそれでは早速今回の話題向こうのローカル記事から 読んんでまままいいりますこんなこなとをね言い出しました放射能汚染水問題は事実漁業人と一部水産業に従事している方の問題だけではない結局は放射能汚染水は蒸発して雪や雨で結局陸地に降りる共に民主党が去る1日開催した福島事故原発汚染水。 放流試みと民生対策案緊急懇談会に討論者として参加したイム・ジョンススマート水産漁村フォーラム常任代表はこのように述べたということでありますけれどもねちょっとね、なんだか肩書きとかいろんなタイトルが長くてね本当に読みづらいですけれどもね、はいそして福島原発汚染水の放流が海洋だけでなく陸地を汚染できるという主張だ。 果たして事実だろうかということでね、いいですね、今回もまた同じようなね表現でやっておりますよねという主張だとか、ですね果たして事実だろうかというね、本当にこの記者自体もおそらくはですね信じていないということなんですよね。しかしかかこのイム・ジョンスさんですか 形勢が不利になってきてもいまだに諦められないということでしょうかそれで苦し紛れにこういうことをねボーンと言い放ったんでしょうかねまあただこれに対してですね一応まともそうな人たちが出てきてこんな感じで言っているということをねこの記事でも伝えております。ははい専門家は放放された汚染水が蒸発してもセシウウムムやストロンチウムなどの放射性 各種が一緒に蒸発するわけではなく雨となって降ることはないと説明したまた三重水素の場合には水をなす物質なので蒸発して雨となって降ることができるが自然放射線より濃度が低く危険性がないとしたということですねそれからチョン・ボンジン計器大原子力工学科教授 はいこの人がねこういうことを言っているということですけれども放射能の絶対量が小さくそんなことは起こらない2011年福島原発事故当時放流された汚染水は今より1000倍以上多かったが何の影響もなかったそれからチョン4分開始と原子力 量子工学科教授こういう人がですねこんなことを言っているそうです海水が蒸発しても塩が蒸発しないセシウムなど各種は海水が蒸発するとき残るとそれからさらにはもともと雨には1リットル中1ベクレル海水は1リットル中0.1ベクレルが含まれている。 年間雨で降る三重水素の量は福島原発汚染水に含まれている三重水素全体量より多いとしたということでねこういう説明がされているというそうでありますけれども雨雪になって降ってくるしかもそれがですねとっても危険なものだと信じていた人はこれを聞いてもねまだ信じられないぞとこうなるんでしょうね。 そもそも海流だってね彼らは逆流して半島に到達すると言っておりますしそれからね風の流れだってありますよね偏西風だって吹いておりますでも雨雪になって降ってくるということでありますよねそれを言い切っちゃう人がいるこういうことが、ね、あちらの国すごいと思うわけでありますけれどもまあ岸田政権も岸田政権ですよね今こういうところと一生懸命ですな、ね、んですか。シャトル街 最高までやると言って再開したと言ってやっているわけですよね、今回も野党ではありますが、これ、前回の共に民主党政権の開く会であります、本当に大丈夫でしょうかと思うわけでありますけれども、まあただ、私たちも彼らの言動をね 笑っってばっかりはいられません結局彼らの目的は全て反日日からの要日でありますよね何でもかんでも日本に謝罪をさせて最後は賠償だとそうしてね金銭を受け取るということをつ、ね、なげたいがために言っているわけであります今回のこの福島の話にしてもですねあと数年後にはですね何年後かにはですねあちらの半島で「被害者が出たぞ!」と。 言って騒ぎ出すに決まっているわけであります。そのための、そのための今は、ネタの仕込み段階だということですよね。そのように、私たちは理解しないといけません。そのためには、ね、本当にこの人たち、恥も外聞もないんですよね。とにかく、思いついたことは、何でもバンバン発言していくと。 自分の肩書きがねどっかの理事であろうと大学教授であろうと億面もなくどんどん言っていくということであります、まあそんなところとね始めましょうと言ってるシャトル外交とは一体何なのかと思いわけでありますけれどもねそれこそ向こうの人たちもねこれについてはガンガン文句を言ってほしいとシャトル外交なんかやめると言ってもらいたいところでありますけれどもまあとにかく今回もですねこの ネットの声について向こうでは何を言っているのかということで23白って後半にね最後に突っ込んでまいりたいと思いますまずはこんな声が上がっておりますわが国は日本の汚染水の安全性を宣伝しているユン政権は日本とアメリカの犬になったということでありますけれども失礼な言い方ですよね犬であって失礼でありますけれども。 いずれにしてもこの人は雨雪と雨、雪と一緒になって福島の海水が単なる海水でありますけれどもね半島に降り注ぐというねその工程がということになりますよねいいですよね、ガンガン応援してくださいということであります。はい、それからら飲むこともでできる水なら福島の商標で 日本国内で販売し消費すればいいそれをなぜ海洋放水するのだということでありますけれどもねだったらまずはお宅の月上月上海岸のところの、ね、水を商標にしてそして自分の国内で売ればいいと思うわけでありますけれどもねはいそれから水産漁業関係者は一刻も早く他の職種へ移った方がいい何ですかこれすごいことを言い出しましたよね。福島の海水が危険だからもう漁業なんか やめちゃおうううとというここででありますけれれども大丈夫なんでしょうかねそれこそ日本の竹島近くまで来てね勝手に、ね、いろんなお魚を漁っているそんな人たちでありますけれどもその後ね漁業をやめちゃって食材はどうするつもりでしょうか結局日本から買いますなんていう、ね、お家になるんじゃないでしょうかねただ日本はそうなっても誰が売るかということであります。はいそれから 汚染水がそんなに安全ならなぜ周辺国に告知してからやろうとしているのかまあこれは海洋保水のことだと思うんですけれどもオタクらが騒いで日本に因縁を吹っかけてくるそれにねいちいち日本政府も気まじめにね答えてきたそれだけの話だということです IAEA、e、とももうとっくに話が終わっておりますし当たり前のことでありますけれども日本はすべて 国際関連にのっとっとてて話は進めております、はい、それからもう1つですねいつまで反日を先導し続けるのか北の核実験には1ミリも言及しないくせにということでこれは自国の国民あるいはメディアに向かって言ってるんですよね確かにおっしゃる通りではありますけれども反日だけではなくですね ここではやっぱり陽日ということもね付け加えない限り自覚しない限りたとえ中にはこうしてねちょっとちょっとはまともそうなそうな人が出てきても根本は変わらないということですよね。ということでこの福島の話これより前の動画ではお魚が自由に行き来するから危ないぞと。 そのね、何ですか危険な放射能を持っていくということを言いたいんでしょうかそしてさらには海流が逆流して数ヶ月には我が半島に福島の海水が到達するという、ね、そんなことも、ね、言っていたそれを、ね、取り上げたわけでありますけれども今度は福島の海水が雨や雪になって自分の半島に降り注ぐということですよね。ももううたまりまりりせせんけれどもねしししかしせっかっくこてて盛り上げて くれる人が出てきても最近のねあちらさんは結構まともな普通そうな普通っぽいことを言う人がねすぐに出てきて指定するもんですから正直面白くない盛り上がらないというところもね私は感じるところであります夢がありませんよね半万年の歴史はどうしたんでしょうか宇宙の起源はどこ行っちゃったんでしょうかと思うわけでありますけれども しかしこれでねがっかりいや、安心はしておれません。これからも必ずやあちらからはですね、いろんなことを言う人が出てくると思うわけでありますけれども、皆様は今回の話題いかがでしたでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただき、今回も皆様は誠にありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、また今回も皆様のコメント、 楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ